はい、どうもニアス。いや、ファイナルソーダをニアスお願いします。ファイナルソーダはホーキンス縛り、この縛りに僕は約2年前挑戦しました。まあ履歴を見ればわかるでしょう。2020年11月の16から始まり、どんどん上に行くとついには2021年6月12日を最後に、半月前ですね、半年前ですね、6ヶ月前ですね、いや違う、前回のファイナルソード魔法禁止縛り、僕は負けた、ブラックドラゴンに。それ以外の表現はいらないでしょう。行きましょう。終わらせよ今年で、いやこの瞬間で。くだらん人間がここまで来るなんて、我が直接お前を地獄に送ってやろう。はい、これが何のセリフか、まあ、分かった方はファイナルソーダ検定、まあ、3級あげましょう。はい、まあラスボスブラックドラゴンの会った瞬間のセリフですね。まあ一応ね、この FS というゲームがどんなゲームか、こちらのゲームもう発売かれこれ2年前か、発売してわずか4日で販売停止、任天堂ストアから姿を消しました。だが今やスイッチ版発売再開、そしてこちらスマホ版もあって、なんならRTA ジャパンですね、年末にやっている RTA の、今ちょうど放送してますが、の最終科目 RTA の競技的なものとして使われているこのゲームが。で、僕は当時ね、この FS はもっと競技性高まっていって、いずれ競技的なゲームになるんじゃないか予言していました。発売当初です。ちゃんとその予言は今叶っている。そして気づけば今年もこの年末、2021年年の瀬に今この魔法陣の前に立っている。一体これは何なんでしょうか。そして対面するブラックドラゴン、もうこれも見飽きましたよ僕は正直。で、くだらん人間ここまで来るよ。そうなんですよ、もうセリフ全部入ってるんですよ。で、我が直接っていう、私がじゃないんですよね、我がっていう。で、一発来るよ。はい、一発来る、分かっている。それももらってやろう、その一撃。あえて剣を抜かずに前と対面した。静止。うん、貴様は1年経っても2年経っても一発攻撃振ってきて、初動でね、そこ受けて盾構えれば静止する。僕が一応発見したね、これブラドラ討伐のテクニック2個なんですが、まあ、一応このブラドラというのはね、第4形態ぐらいまであって、この第1形態に関してはここで、まあ、実質1回目ね回避入れれば、まあ、ノーダメでいけるんですよ。まあ一応半年待たした、まあ、詫びとして一発受け負いましたが、でそのまんまこの顎下の肉を刈ると、全然ダメージ入ってないじゃないですか。そう思うんですが、皆さん、なんとこれね60、今現在4レベルなんですよ。で、適正54度かのはず、だからもう10レベル僕上に行ってるんですよ。それでもなおこれしか入んないっていう、これがブラックドラゴン。まあ魔法前提のね敵ではあるんで、やっぱこの硬さが僕を1年いや2年今この煉獄に閉じ込めている。止まっ、あ、もう第2フェーズか。第2フェーズ行ってるのであれば、ここで、まあこれをしてもいいし、まあこの場合第2フェーズなんでね、第2フェーズは飛んで、炎を吐いてきて、噛みつき。なんでここはしっかりそこに着地を合わせて、弱を試すると。もうこのブラドラ戦だけで僕は何本動画出しているんでしょうか。記憶も正直ないんですが、そのレベルで今やっている。なので全部記憶に残っている。なのに勝てない。上から炎だね。これがまあ正直一番きつい。いやー避けれなくなってんな。こっちから。あ、炎か。やーばいこれ。俺、こんななまったか。ありえねえ。第1フェーズで何枚使った薬草。ひどいひどいひどい。もう一発。当てる。もう一発。当てる。OK。で、これが終われば一旦。あ、多分これいけんじゃないか。入った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 。まあよくさ、〇〇は人生みたいな表現、まあネットにありますけど、まあそれは要はね、長く付き合っていくって意味でもあるんですよね。で、僕はもうこのね、FS と2年付き合ってるんですね。本当に、このファイナルソードが人生になりかねない事態であると。もはや勝ち負けではないのかもしれないね。多分これ回復が入るね。ブラックドラゴン。どういった？うわー、やっべ、遠回りなした。なんてこった、めちゃくちゃ俺の中の FS 機が黙ってる。あれ一応今回今
左回りしちゃったんですが、右回りで行けば、うわ、全開しちゃったよ。マジかよ。なんとかここまで戻した。まあ、なんなら強攻撃のために使っていいな。もう頭の位置全部体感で分かってるんで、これも結構回転切り当てにくいんですが、おおむねこの辺りはもう経験だよな。こっからがしびれるぜ、ブラドラは。来いよ。さあ、この破壊光線も何十回見たんでしょうか。で、ここから回り込んでいって、ここで切ると。ただ、距離感間違えると一発も当たんない。で、炎が来ると。なるほどね。至って君はやはり、ブラックドラゴン。君だけは変わんないね。何年経とうが、何時間経とうが、貴様は何も変わんない。それはつまり、成長がないって意味だ。来いよ。ほう、また引くか。で、炎送るんで、ケアと。まず破壊光線を振り向け。体に全部染みついてるんだよね。これ、避ける瞬間の感覚が。ここだ。こっち行って、一歩踏み込んで、二発行くと。これもね、昔は、一発しか立てなかったんですよ。これ、一瞬で、もう一歩これ先行っちゃうと、もう無敵判定で出ちゃうんで、今これも成長して二発入ると。一発来い。ここだ。まあ、一発か。まあ、いいだろう。人は成長するんだ。貴様は成長しない、バラドラ。それがゲーム AI だらお前の限界だ。常に人間を成長する。もう一回吐け。いった。読み切ってるんだ、その一撃は、ブラドラー。で、すぐに炎が入ってくるんで、無敵時間で避けると。言って僕もさ、だってもう2年間、まあ、挑戦しているんで、何もアップで入っていないんですよ、このゲームは。で、要はこのブラックドラゴンの AI っていうのが、自分と敵の一定距離までこう自分から歩いてくるんですよ。その歩いてくる一番近い限界距離、その距離まで行きさえすれば、こっちの刃が一本届くんで。また来るよな。この。ああ、これ右回りか。ギリいけるかな。ああ、なんで、まあ、今のはしゃない。で、攻めすぎるとこのね、カウンターのバーンプレスで、よりダメージを食らっちゃうんで、このちょうどドラゴンの寄ってくる一番の適正距離で、バトルするのが一番大事。来るでしょ。OK。これ行きたい。これ行きたい。これカウンターだわ。この服ぞ、これ。これをね、受けちゃいけないんだよな。やべえな。ここで回復つけるか。めちゃくちゃこれ、なまってんな。さすがに。もう一発来い。もう一発来るでしょ。いやー、なまってる。マジかよ。食らえそう。いや、これ食らっちゃいけねえ。これ第3形態が突破できねえ。まずい。やばい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 。やばくなってる。うわ、この場合ミスんのやばい。マジか。俺この半年でブラックドラゴンの戦がこんなに、第3形態でこんな避難するのありえないけどな。人生もそうだよな。あと一歩の踏み込みさえあれば、そう思う人は多々あるはず。一緒なんだよな。FS も。はい、来た。OK。こいった。まあ、いいでしょう。今のは。かすかな判定ではあるんだが、そのかすかな判定が面を分かつ。ちなみに、ここまででもう今、37分経ってます。プレイ時間。皆さん、一戦がもうここまでで40分です。これが、ブラックドラゴン戦なんですよ。この際どい勝負。この時間と体力、そして HP との勝負。人生もそうなんですよね。こういう一個の脅威に対して、どう対応するか、どう対処するか。常にやっぱそうじゃん。今の季節は受験勉強か。受験もそう、仕事もそう。人生、生活もそう。やっぱ日々毎日あるんですよ、脅威っていうのは。で、その脅威に対して、時間を使って、考えを使って、体力を使って、持てる全てを使って、脅威に挑む。まあ、そういう点でやっぱ人生を表現してるね、このゲーム。まあ、正直、あれで近いな。寒中水泳。冬に、裸で海に潜るような、このブラドラ戦っていうのは、朝起きて、冷水で顔パシャパシャってやるように、ある種、気を引き締めるような行為かもしれない。もはや。神聖な域に達している、これは。まあ、実質ペット。
なんなら半年ぶりに来て、まあね、意思のできませんよ、疎通は。まあ、コミュニケーション取れませんけど、ちゃんとここに今、ある種、年も取らず、ずっとこのご主人に噛みついてくる、そんなペットいるんですよね。この FS ってゲームには。どうでしょうか、そう考えたら。決して辛いもんではない。なんか半年に1回しか会えないペット、1年に1回しか会えないペット、あ、七夕もそうだよな。織星と、ん？織彦、彦星と織姫。うん、今このブラックドラゴンと俺の関係性は彦星と織姫なのかもしれない。今年の瀬に七夕を感じている。いや、よくね、これドラゴンきついテーブル引いたら、本当に半年ぶりで一番きついドラゴンかもしれない。逃げるよな。マップのこのね、左側と左右は落ちて強制で死亡判定出るんで、復活的な即死判定起きるんですよね。あとこのスキップジャンプがね、ちょっと多すぎるな、このクロブラドラ。ひたすら無心にてやる。ある種その心を沈めるってのはいいな、このゲームはな。だからまあ本当に受験生とか、あとまあ仕事の大事な場面とかある人っていうのはいいかもしれない、この FS の魔法剣縛り。本当にこう無心でできるね、ゲームを何も考えずに。ある種その考えたら負けるかもしれない、このブラックドラゴン以外の全てを一旦考えない。この動き、この一挙手一投足、その全てに集中する。なまったとはいえさ、ここまでいってんのはやっぱり、まあ日々のやっぱ FS 力の賜物だよな。まずい、あっぶねえ。やっぱ一瞬はこれスマホ版なんでタッチ判定入ってないなと思ったらすぐに回避入れて、今のは際どいけどな、当たり判定ないの。まずマイロリンク、マイロリから入れて、うわ使われるか。今完璧なマイロリタイミングではあったけど、まあいいでしょう。あと1回ね、破壊構成のモードあるんだよな。そこさえ突破できれば、お前と俺の因縁はこれ、いきたい、終わるんだが、ここからだ。さあこれが最終フェーズ、一番これが長い、この破壊光線と炎モードが。そして俺は毎回ここで屈している。裏を返せばこれがファイナルステージ。まず一発挨拶代わりに一撃と、で炎をキャッスル。21年のオニエはちょっと違うぜブラドラ、こっからを望めよ。超えさせてくれブラドラ、俺に2022年に行かせてくれ。お前が倒さんと俺はいけない、来年に別に行け。いや、一旦捨て危ない。だって腰慎重に行きたい、腰慎重に行きたい。これできる。あーすかすか、これすかすかやばい。すぐに無敵時間を使う、ここからだよ。 OK、 この FS にしかないこのせめぎ合いが、これなんだよな、このゲーム以外にこれはない。やったー、またもまたも令和なり平成の俺の80分が、俺の2021年の80分がまた消えていった。なんだこのゲーム。